き車の中から運転しながらお伝えするスタートなんですけれども、今日の目的、それはですね、千葉県の成田市です。そして成田市にある生卵の食べ放題のお店に行きたいと思います。ということで、今回の目的地は千葉県成田市。成田空港周辺を目指して車を走らせます。さあ、目的の生卵を食べる前にちょっと寄り道です。どうしてもね、来たい場所があったんですね。ちょっとそこを見に行きます、今から。ということで、やってきたのは飛行機の丘。景色の抜けがよく、広い空が気持ちいいんです。目の前は成田空港というロケーションなので、離着陸する飛行機を間近に見ることができるんです。間近に見える飛行機、その姿は美しく迫力もあり、エンジン音が体に響いて、なんだか力が湧いてくるような気がするんです。さて、しばらく飛行機を眺めた後は、目当ての生卵食べ放題の店へ向けて車を走らせます。いやー、長かった。こんなにも卵が手に入るの遠いと思わなかった。疲れた。よし。でもそんなこと言ってられない。早速食べたかった卵を存分に食べたいと思います。ということで、改めまして、今回目当てのお店は、成田空港から車で約15分、千葉県多古町にある卵屋さん、コッコ。こちらのお店、こだわりは手作りの餌による卵を地元名産のお米と味噌汁で食べることができるんです。そして、なんといっても卵は食べ放題なんです。さあ、メニューは卵かけご飯セット400円がありました。ただし、プラス100円でご飯と味噌汁のおかわりが自由にできるんです。さあ、こちらが卵かけご飯セット、どうです？朝の定食メニューとしたら悪くないでしょ。おかずもついて、そしてご飯、これ丼できたんです。すごい量です。それでは早速卵を割っていきたいと思います。さあ、こちらが農場直売産み立て卵、綺麗な色しています。さあ、そんな卵かけご飯にかける醤油、2種類ありました。そのうち1つはここ卵屋さんコッコのオリジナル商品です。それでは、よくかき混ぜていただきます。さあ、一口二口噛むとわかるんです。それは普段食べているスーパーで買ってる、あの一番安い卵、あれよりね、全然美味しいんです。どうです、見てください、このプリッとした卵、新鮮そのものって感じです。味の方は濃厚、特濃とまではいかないんですけど、ちょっとした濃さが感じられました。さあ、ここでおかずを食べてみたいと思います。このきんぴらごぼうのようなんですけど、ひき肉が入ってるんですね。これ、鶏ごぼうという名前で売っています。なので、このひき肉、鶏肉なんですね。いや、こだわりがあります。鶏つながりですよ。さあ、今度は味噌汁を飲んでみたいと思います。その味噌汁、千葉県は東金の泉味噌を使っているというこだわり。お米同様、千葉県の食材を使用しているんですね。その味噌汁、出汁が効いて本当に美味しいんです。
これ Google の口コミを見てもね、味噌汁おいしいという口コミ多く見かけました。さあ、ご飯まだまだ残っているんで、ここで卵のおかわりです。追い卵です。さあどうです、何度見てもこの美しい黄色の輝き、そして白身の海、いやーすごい。ここに卵かけご飯専用のタレをかけて、よくかき混ぜて食べる。いやーこれどうなんです、白身の量も多いんでね、もう卵は飲み物です。もう一回言っちゃおうかな、卵は飲み物です。いやすごい。やっぱり何事も何でもバランスが大事って言うけど、まあその通りかな。美味しいんだけどね。さあここで卵焼きをちょっと食べてみたいと思います。卵屋さんの卵の卵焼きですからね。するとね、これ美味しいんです。なんと表現したらいいのかな、まあ美味しいお寿司屋さんの玉って感じです。これ僕好きな味の卵焼きです。さあご飯一杯目を食べ終えるとおかわりします。そしてこのお店が推奨している食べ方を実践してみたいと思います。さあ卵屋さんコッコが推奨する卵かけご飯の食べ方、いただきます。するとどうですか、ふわふわご飯に卵の味、そして鰹節と海苔の風味がよく合うんです。さらにここで鶏ごぼうを加えたいと思います。この鶏ごぼう甘めの味付けなんでね、まあここに入れたらちょっと想像はできるんですけど、どうです、いい感じでしょ。もう混ぜ混ぜご飯って感じです。そんな混ぜ混ぜご飯食べるとやっぱり甘くなって味変して美味しいです。さあ鶏ごぼうを入れたせいかずっと甘い味付けが口の中に残ってたんですけども、箸休めと言ったらなんですけど、お漬物しょっぱいやついいですね。それから卓上にはふりかけもあったんで、ふりかけかけてみました。こうやってちょっとずつ味を変えて食べる卵を食べ放題、ご飯は丼飯で来ちゃったよ。一時期はどうなるかと思ったんですけど、鰹節も海苔もふりかけも食べ放題なんで、いや助かりました。いや美味しかったです、ごちそうさまです。農場直売産みたて卵、一度に9個も食べちゃった。玉うば。さあ、卵かけご飯を食べた後、また別の場所でね、ちょっと飛行機をね、ずーっと眺めててね、そしたらね、ご飯食べ過ぎちゃったのかな、ちょっと急に眠くなってきちゃってね、車の中でちょっと昼寝しちゃいました。で、一応ね、このまま帰るのもちょっともったいないんでね、スマホでちょっと調べたら、なんか良さげな温泉があるんでね、スーパー銭湯みたいなとこなんですけどね、それ入って、ちょっと今日は帰りましょう。ということで続いて向かったのは成田空港温泉空の湯。この温泉施設インバウンドを狙ってか2019年の12月にオープンしたんです。ですが皆さんご存知の通り、新型コロナウイルスがその後すぐ蔓延してしまったんでね、宿泊施設も兼ね備えた綺麗な温泉施設なんです。そして露天風呂には源泉かけ流し、正真正銘の温泉なんです。いやーよかった。なんかね、外観から想像するよりはなんかお風呂の規模は小さいんだけど、3フロアあって、食事どころ、休憩どころ、そしてお風呂のフロア、まあ全体的にはね、ゆったり過ごせるようなお風呂でしたね。それでね、まあ予想通り、露天風呂に浸かりながら上空を見ると、
飛行機が飛んでる、そういうシチュエーションでしたね。いや、ここね、人が少なくてね、平日のせいだとは思うんだけども、すごくね、のんびり過ごしてよかったです。はい、さあ、温泉に入った後はすっきりしたんで、いざ自宅へ向けてとはいかず、すっきりしすぎちゃったんで、もう一回別の場所で飛行機を見ることにします。もうなんだか今回は生卵と飛行機っていう感じになっちゃったけど、まあいいよね。飛行機久々見たらね、結構興奮してきたんでね、いいね。こういう近くで飛行機のエンジン音を聞くっていうのはね、最高。というわけでやってきたのは三里塚桜の丘。すっげえ景色がいいとこじゃん、ここ。もう緑だらけだよ。いやー、なんかね、空気もいいし、すごい気持ちいいね。もう気分がいい、最高の夏の終わりって感じだよ。それではですね、飛行機を見て、生卵食べ放題を食べて、温泉に入って、その後は再び飛行機を見ながらこれ行きます。いただきます。乾杯。うまい。ノンアルでもうまい。ああ、これうめえな。これ本当にアルコール入ってねえんだろうな、これ。虫の音と飛行機のエンジン音を聞きながら感じる夏の終わり。近いうちに遥か雲海の上を旅したくなりました。ところで坂東英二は新幹線の中でゆで卵を6個食べるそうです。コレステロールには注意しましょう、お互いに。登録。